ワネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい、と言われた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう、と言われた。二人はすぐに網を捨てて、従った。また少し進んで、シベライの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後について行った。